も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこのウクレレを使いましてリズムのちょっとお勉強動画、はい、レッスン動画です。はい、このね、今日のは3連のアルペジオというリズムの、解説をしようと思うんですけど、これはですね、今ご覧になっている動画は、ウクレレが何にも弾けない人がどんどんできるようになるプログラムの1個のうちに加わっております。ここでリンク貼っておきます。ここ見るとですね、ウクレレ触ったことない方もどんどんできるという中で、この今日の動画は通常のアルペジオとかガズペジオというリズムが弾けるようになった後の人が見ていただいて、次のね、自分のこうツールにしていただけるようなやつなんで、もしこう最初見た方はこれね、さっきのプログラムで全部見ていただいてからここにまた戻ってくるのをお勧めいたします。じゃあ3連のアルペジオどんなリズムか、こんな感じです。こういうリズムのことを3連のアルペジオと言うんですけど、これはですね、全部が全部この弾き方っていうわけじゃないんですけど、まあある特定の曲においてはこれがすごく映えるというリズムでございまして、アルペジオのってね、いっぱいアルペジオつってもいろんな種類があって、その中の1個のね、弾き方ということでございましてですね、はい、この弾き方を今から解説しようと思います。そしてもうちょっとしたらね、これ角度を変えてさらに分かりやすい角度変え動画に今から切り替わりますんで、後からまたここに戻ってきてまた解説しますんで、では解説動画早速いきます。はい、こちらの見やすい画面に変わりましたということでございます。この表ですけど、見方は皆さんわかるよね。一応確認ですけど、この表の見方は、さっきご紹介した、ウクレレ触ったことない人でも、全然触ったことない人でも、どんどんウクレレができるようになるというガズレレオリジナルプログラムの中の、アルペジオとかガズペジオが、練習した人はこの表の見方はわかると思います。一応確認ですけど、時間はこういう風に進んでいきます。左から右にこう時間が進んでいきますと。で、一番上の、この横の線が、一弦、こっちで言うこの一弦、二弦、三弦、四弦ですね。黒いところを弾いていくということです。つまりこうやって流れていくわけだから、最初一弦と四弦を同時に弾いて、次三弦、二弦、一弦、二弦、三弦、一弦、四弦、三弦、二弦、一弦、二弦、三弦というふうに、こういうふうに進んでいくということです。この数字は、ここに1と4って書いてある。1弦と4弦を同時に弾いて3弦、2弦、1弦、2、3弦、はい。言葉で、数字で表すとこうなるということでございます。わかる？はい。そしたら行ってみましょう。ウクレレはまずコードは C を押さえましょう。1弦の3フレット。はい。そして、右手に注目。いつものことなんですけど、1弦は右手中指。2弦は人差し指。3弦と4弦は親指という、こう、3フィンガースタイルで、ガズレレではおすすめしてますと。最初ほら、1弦と4弦だから、1弦と4弦を同時に弾くでしょ？はい。次、3弦って書いてあるから、3弦を弾く。次、2弦って書いてあるから、2弦を弾く。次、1弦って書いてあるから、1弦を弾く。こんな感じで進んでいきます。これ矢印テロップつけておく。今もう一回じゃあ、1、4、3、2、1、2、3。これが基本です。だから、アルペジオとガズペジオができた人は、これすごく、わかるでしょ？そうすると、こういう風になります。コードを変えると、あ、今、平らになってるからちょっと押さえづらいんですけど、こんな感じでリズムが進んでいくということです。これはもうこれ以上解説しようがないってことなんですけど、一応この数字での見方、まあ、テロップでも書いておくんだけど、時間がこう進んでいくわけだからね。1432123、1432123という感じ。1432123、1432123。で、アルペジオとかガズペジオの基本でも言ったんですけど、ぴょんぴょんしないように、この余ってるこの薬指でボディをこう止めておくといいですよ。小指とかね、薬指でこういうふうに一つホールドしておくと、比較的やりやすいということで。はい。ということでですね。このアルペジオいろんなバリエーションがあるんですけど、基本のアルペジオとガズペジオができていると、もうこういうのはもうバリエーションなんで、結構スマートにできるようになると思います。一応この曲ね、どの曲でもぴったりってわけじゃなくて、代表的な3連のアルペジオのおすすめ曲をバーっとこの曲名書いておきます。後でね、どんな風に探したらいいか、ガズレレ動画の中でこのリズムの曲を探したらいいかっていうのをシェアするんですけど、一応ザーッと書くとこの辺の曲でやるとすごく合います。この後ね、また解説しますけど、4分の4ベースの普通の曲でもできる方法、ちょっとね跳ねてる感じのね、なんかイメージを変える曲だと、この3連のアルペジオも使えるアレンジ応用としてできますんで、はい、シンプルだったでしょ。もう一回確認、一応
1432123、1432123、1432123、てん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 て
スタジオ、さっきのスタジオに戻ります。さあいかがだったでしょうか。3連のアルペジオできるようになった。体をこう揺らしてテン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 、はい、でこんな感じでやってほしいと思うんですけど、これね、4分の4拍子の曲でもなんとるやっぱね、例えば踊るポンポコリンでもできるはできるんです。こんな感じ、なんでもかんでもみんな、ちょっとスイングっぽいジャジーな感じになるのかなね。なんか雰囲気、曲の雰囲気を変えたいときは3連のリズムに変えちゃうといいかもしれませんね。面白いよね、こういうリズムだけでだいぶ曲の表情もガラッと変わるんで、3連のアルペジオ、これね結構ガズレレ動画でも多いです。どんな風にガズレレ動画の中で3連のアルペジオの曲調べたいなっていうときはですね、調べ方があります。ここにリンク貼っておきます。これね皆さんこれ絶対見てほしいんだけど、ガズレレホームページの便利なねリズムの弾き方から曲検索できるとかそういうのがあるんですよ。なんでここのリンク先でちょっと3連のアルペジオだとか16ビートとかいろいろ検索してみて、そのテーマに合った動画で練習するのがいいと思うので、これ見といてくださいね。はい、そんな風にガズレレいろんなこと、ホームページとか YouTube とかいろんなものを活用して、どんどんリズムでこう盛り上がっていきましょう。もう一回ダメ押しで言っときますけど、そのプログラム、ウクレレが全然弾けるように、弾けない方がどん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 できるようになるの、ここにももう一回貼っときますけど、はい、これ皆さん、多くの方シェアしていただいて、楽器やったことない無理という方、お友達とか仲間、家族に、シェアしてもらって、今の時期なんか本当にこれ、有効にね、この動画も、ガズレレっていうのを使っていただいてね、夢中になって楽しんでいきましょうということでございます。はい、よろしくお願いします。さあガズレレ最新情報でございます。このガズがいつも使用してい ているガズのわがままウクレレ、これベトナムのオールタンバン、オールハンドメイド、すごく高品質なウクレレ、今事前予約注文を受け付けているんですけれど、この他にソプラノサイズもいろいろ種類があるんですけど、物によってはちょっと今ねもう売り切れになっているものもございます。ソプラノ関係は結構今早く売り切れちゃってですね、今ねガズレレ YouTube チャンネルすごくご覧になってくださってる方すごく増えてまして、本当ね、いいものですんで、まあ、安心してご購入いただければと思うんですけど、まあ他のウクレレでもね、とにかくやっぱ楽器を持って歌、これぜひ進めたい、と思ってますんで、とにかく手に取ってください。まあこのガズレレわがままウクレレに関することはここで今ちょっとチェックしてて、まだね事前予約注文できますからよろしくお願いします。あとはいつも言ってるようにこのガズレレリュックサック、これリュックサックケース、ウクレレケースなんですよ。これすごくよくできてます。私がデザインしました。はい、これ横にもこうやって持てて、でウクレレが入ってるように見えないっていうのがいいんですけど、これをね販売中です。これも、このことは、ガズレレホームページ。ガズレレホームページをいろいろ見てもらいたいんですけど、ホームページにこのアプリ、ガズレレ初のアプリ、ガズレシピっていうのもこれもあります。これ無料バージョンと有料バージョンがあって、無料の方はもう、どんどんダウンロードしていただいて、どんな使い心地かチェックしていただきたいんで、ぜひ皆さんガズレシピをお願いします。あとは今被ってるキャップだとか、このウクレレストラップだとか、ここに挟まってるこれ水引き、ガズの両親が作ってる手作り水引きだとか、いろんなグッズもあるんですよ。グッズとか、アプリとか、このリュックのこととか、ガズレレ .com ホームページでご案内があります。ホームページのリンクもここに貼っておきますんで、ここでブログとか書いてますからね、このブログもね毎日書いてますからぜひ読んでください。楽しいですよ、よろしくお願いします。あとはこの2つのリットミュージック社から発行されている本がね、教則本、これ YouTube 完全連動になってるやつで、黄色は100曲、緑は50曲というもうとんでもない曲数が入ってるんですけど、みんなが歌い曲をまとまってます。これが大ヒット中でもう累計2冊で5万部ぐらいにを達するということで、もうすごいことになってるんですけど、この本のテーマは簡単楽しい楽、これにつきます。皆さんご活用ください。これ第3弾今作ってますんで、夏前に出版されます。はい、こんな時にこそ思いっきり歌おうということでやってますけれどもね、歌うと楽しい、免疫力が上がる、みんなも楽しくなる、いきましょう。それでは皆さんさようなら、ごきげんよう。